はいどうも旬に豆腐でございますえっと <laughs> 新しいクラスがまた来ましたえっとねあち前のシーズンがすっげえ短くなってしまったのであ,あ今回も長くしたいかな多分 えっと、今後のイベント、ティーカー、ティンカータ,イタンの影。マチルドのアップグレードクラスは新登場、エリート修道長だ。クラスアップグレードをすると、お気に入りクラスがますます強くなるよ。新しいワールドボスにチームポイントを奪われそう。ハードなチーム戦、ハードなチーム戦でイベント報酬2倍。これ難しさどうなのかな破片とか集めるのかなわかんないですけども。なんか、新しいワールドボスにチームポイントを盗まれそう。 どういう意味なんでしょうね。まず、チームポイントって何っていう質問から、ちょっと疑問から入ります。チームポイントって何あと、ティンカータイタンって誰ハードなチーム戦って何って思うかもしれないんです。自分、やったことがありません。もし完全証券です。え、こちら、え、げつないな、これ。 あと7日で開始ティンカータイタンの影イラストがえげつないタイタンティンカータイタンドミニオンがやってきたやっつけてチームポイントを集め報酬2倍もらおうただし気をつけてキャンプに着くとまずキャンプって何キャンプに着くとティンカータイタンはチームポイントを盗んでいくぞまずキャンプって何まず ちょっと質問したいんですけども,もう一回言いますけど「ティンカータイタンって誰?で」であと「チームポイント」って何あと「チームポイント盗んでいく」っていうの多分減ることは分かっているんですけども「キャンプにつくと」ってどういう意味なんでしょうねこれがちょっと意味わかんないですまああといろいろあるんですけどもでここにもなんかエピック ニュースとあーだこうだ書かれてますけども、こんぺんし、わかんないわかんないわ。英語ちょっと読めないので、まあいろいろなイラストとともになんか、あーだこうだ書かれてますけども、読めません。まあちゅうことでね、まあ今回は軽く紹介させていただきました。 であとですねまあこれは行ったかなこれは行ったかもしれないですのでもう一回おさらいしておこうかなもう行ったかなで、ここも行ったしうんああいましたねこれうんオッケーオッケー で、あと、ショップは、ないね。あ、そうだ、これの説明しなくちゃいけないんだった。で、この、まあ、ラッキーコインで買えるやつなんですけども、まあ、まあ、なんか、強くするやつですね。 まあこれが追加されてますよっていうのは、わかん、多分話したと思うんですけど、もう一度おさらいとして話しましょう。えっと、まあこの、今これ船乗りですけども、まあ名前が変わるやつもあります。で、で名前が変わるやつは一つだけだな。で、これも、あんまし変わんないな。 ただ強くなるだけ、まあ、新しいアプデが来たよっていうことも話したあこちょっと戻しておきましたでなんとかここでギュッとしましたまあエリート海賊ですねまあこちらは頑張ってギュッとしました まあドリンクとかを使わないで一点集中すると手に入ります。まあそのイベントをひたすらやりまくると、<laughs> まあゲットできました。あとはもういいかな。で、このマスタリーなんですけども、15まで今回アップグレードができるようになりましたので、まあまた相当時間かかるんじゃないのかな。多分。 じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。